はい、こんにちは。アバブバイクストア須崎です。いろんなチェーンリングが到着しまして、ちょっとご紹介しようかなと思います。チェーンリングって結構地味な、まあ、地味ですね。僕が紹介するのはあんまり派手な感じじゃないんですよね。すごく地味なものが多くて、その地味だからこそ、結構コツコツ調整していくっていう風な部分で、成果が得られやすい、効果が得られやすい商材が多いのかなって思っています。今日はですね、GRX っていうクランクに、専用設計で、作られている、チェーンリングっていうのをご紹介しようかなと思っておりまして、GRX って何ですかっていうところなんですけど、これです。これ GRX の、クランクなんですよね。で、こうやってフロントダブルのものとフロントシングルのものがあって、要はここが2枚のものか1枚のものがあるんですよ。それで、これは600っていう、105と同じグレードの、チェーンリングがついたクランクセットになります。ちょっと今日本語おかしかったですね。105グレードのクランクセットでフロントダブルのもの、それとフロントシングルのタイプはこういうチェーンリングがついています。はい。で、いろいろフロントシングルのものはもう5、6年ぐらい扱ってるんですかね。ウルフトゥースに始まり、オルタネイティブバイスクルの、北澤さんがやってる、ウルフトゥースっていう、チェーンリングが最も、まあ、パイオニア的な感じで有名なブランドなんですよ。で、そことスラムが両方ともに、まあ、ちょっとさまざまなところにこう、パテントって言ってちょっと特許を持っていて、でその特許プラス、まあ、いろんな形で、最初はシマノはオールナローでっていう風な感じだったんですけれども、それもなくなって最近はナローワイドの形になっています。でアップデートバージョンで、もう僕もちょっと追い切れてないんですけど、ウルフトゥースのものとかだとこの見えるかな、これピントが来るかな、はいはい、こんな感じのチェーンリングになってまして、ここがナロー、違う、これがワイド、これがナロー、ワイド、ナロー、一個ずつ一個飛びでこういうふうに、要は厚刃薄刃、厚刃薄刃っていうふうな感じになってるんですよね。なので偶数刃しかないっていうのが一つ特徴的なところだと思います。で形状的なところ、ここが厚刃にはまった時にしっかりトルクが出ますよ、ここは薄刃のところでも、最大限こう、チェーン落ちを回避するためにしっかりこうキープしますよっていう風なものになっています。でこれ大きさが 40T だったかな、 40T です。 GRX の 40T っていう、ものになっています。これが泥はけがいいとか、要はすごくお水であったりとか泥だったりとか、そういうものがチェーンにまとわりついたりとかした時にマッドポートっていう言い方するんですけれども、これ GRX 用の、今回紹介するガーバラックの、38T っていうシマノでは出していない刃数の、ナローワイドなんですけれども、こんな感じです。見えますか、こんな感じになっています。これよく見てください。ここ要はここに泥はけがいいですよね、
ていう作りを作り込んで、チェーンがしっかりはまっても泥が溜まってくるとね、チェーン浮いてきちゃうんですよ。浮いてきちゃうと今度いくらこうナローワイドでやってもチェーンが少し浮いちゃうので、それで、チェーン落ちっていうふうなことが当時結構あったんですよね。でそれを回避するためにこういうふうな作りっていうふうになってきました。ウルフトゥースも今同じようにこうやってマッドポートをついています。でこの、要は泥はけであったりとかチェーン落ちをできるだけ回避するために、こういうふうなちょっと切り欠きがねここに入ってるんですよ。見えるかな、こういうふうに一個歯飛ばしでこう入ってるんですよね。この作りがちょっと画像があるのでちょっと貼っときますけれども、これがすごく、効いておりまして、かつ歯がねこれ少し長いんですよね。で長いんですけどこう先が細くなってるので、チェーン離れもそんなに悪くないっていうものになっています。実際これがチェーンリングだけ見せられても分かんないと思うんですよ。でオリジナルはこれです。こうかな、こうやって見せればいいかな、はい、こんな感じになってて、これだと何がどうって分かんないと思うんですよね。なのでこれをつけてるやつ、はい、こんな感じになります。どうすか、こうか、こんな感じ、見た目すごくいいですよね。かっこいいなと思います。で、この感じで例えばこうやって見る、横から見るとこういう風な感じ、ピントが来づらい、はい、はい、こんな感じです。そう、気がついた方いると思うんですけれども、これ内側にインセットしてるんですよ。で、38T はインセットしています。要は、ここでフロントダブルのこんな感じです。フロントダブルのギア板と同じ位置になるように、ただ内側で、PCD が小さいところでつけると、トルクよれがやっぱり発生してしまうので、よれないように外側の PCD で、GRX を稼いで、 GRX のチェーンリングのターミーをできるだけ取るために外側で稼ぐんですけれども、内側のチェーンリングの方で運用できるような作りになっています。はい、そう、これが要はこういうことですね。逆側だけど、そう、できるだけこう刃の位置とチェーンリングをクランクに留めるボルトから少し離れた場所、これが確か 5.5 ミリだったかな、内側に入っている作りになっています。なんでこんなことをしているのかというと、GRX のコンポーネントで運用したときに、GRX のリアメカ、リアカセットを使ったときのことを想像してほしいんですけれども、そのときに小さいチェーンリングで運用したいっていう人は、できるだけクロスレシオに近づけたいっていう意味合いなので、外側じゃなくて内側で、チェーンを、運用させたいっていうふうなところからオフセット量を内側に入れています。チェーンリングが大きくなると少しずつこのオフセット量が減ってくるっていう、非常に画期的な、作る人は本当大変だと思うんですけれども、そういうふうな作りでこのガーバラックのチェーンリングは作られています。そういうふうなところが、
すごいなって思って、確かね 5.5 の次が 5.2 とか5ミリとかで、だんだんそこ1ミリ刻みぐらいで、チェーンリングのティッシュが、2つ増えるごとに、このオフセット量ができるだけ少なくなってこっちに近づくっていう風な感じなんですよね。これはオフセットほとんどない状態なんで、まあ、全くないわけじゃないですけれども、1ミリ2ミリあると思いますけれども、1ミリもないかな、はい、いや1ミリぐらいかな、はい、まあ、そのぐらいになっています。これ純正のやつですね、はい、なんかそのメカニズムみたいなものを、まあ、チェーンラインでどこをメインに使いたいのかっていうふうなところを、大体まあ想定枠として考えて、設計されているのがこのガーバラックのチェーンリングになります。まあ、難しい言葉で説明すると、まあ、なんかこうトラクションがかかる、一番使いやすいギア比でどこを目指しているかっていうふうなところで、こういうふうな形になっていまして、僕はなんで 38T がいいかっていうふうなところを説明しますね。38T って一番最初は5アームとかで昔運用してたんですよ。で、昔の場合は今みたいにワイドレンジな、ものがあんまりなかったので、ロードバイクとかで運用してる人だったら50の34で、ダブルで使ってますよね。で、坂道がきつくなってきたら、あ、もうちょっとギア足らないな、34に落とそうっていう風になると思うんです。でも34だと今度、平地とかだとスピードがもうトップスピードが殺されちゃってるので、あ、50に戻そうかっていう風になると思うんですよね。で、シクロクロスの当時のレースとかは割と、こう今結構もうマウンテンバイクのコースみたいになってますけど、かなりこうコース派手だったりとかしてたんですけれども、当時はそんなにテクニカルっていうよりかは、平地でレースをやってたところもあって、 38T で、シマノだと11の28っていうのが、トップアンドローで決まって、割と使いやすかったりしたんですよね。で、いろんなところを走り回した、そのギア比で、で、まあ、もっと軽い方がいいなっていうところもあったし、コースによってはですよ。で、もっと、重い方がいいなっていうところも、まあ、実はありましたけれども、総じてですけれども、38の11の28があれば、リアのディレイラーが11の28、11の30っていうのが当時あんまりなかったので、11の28っていうのをよく対応してたんですけれども、まあ、なんかそれ以上にワイドレンジになっちゃうと結構足にくるんですよ。要はシフトショックがすごい、オートマで、車のオートマで言うとずっとキックダウンするような感じなので、当然キックダウンすれば、車乗る方々は分かると思うんですけれども、燃費悪くなりますよね。で、エンジンが人間の足だったりしますし、体力をそれだけ削られるっていうことなので、シフトのショックみたいなものは、できるだけ少ない方がいいっていうことになってくるわけです。で、そうなるとこのチェーンリングを、105グレードのこの600シリーズだと、40T で、アルテグラグレードの800シリーズってやつだと、42っていう固定のギア比しかないんですよ。なので日本って結構坂急じゃないですか。坂急なので登ることを考えたりっていう風なところで運用すると、この 38T っていうのがものすごく、使いやすいんじゃないかなっていうところで 38T をお勧めしようと思って、今回お取りしました。 GRX だとこんな風なイメージ、かっこいいですよね。で、まあ、これだけじゃなくて 38T はいろんなのに僕使ってまして、これはねダイレクトマウントのイーストン
です。イーストンは、チェーンリングがすごくたわむんですよ。ものすごくこう薄いので、オリジナルのやつよりこれはちょっと強度が増して、このよれをねじれないよれみたいなものにも強い作りになっていて、なおかつ軽さもキープできてるっていうすごい、ナローワイドになっています。かつまあこのマッドポートがついたりとか、ちょっとねイーストンに関してはこのチェーンリングあんまり正直あんまり、そうですね、こんな言い方するのもあれですけれども、あんまりこう、評判が良くないというか、でなのでサードパーティーで、ガーバラックのものを作ってもらいました。でこのチェーンリングのすごいところはシルバーとかも作ってもらえるんですよね。こんな感じです。そうシルバーってなかなかないので、カラーアルマイトのものだったりとかそういうものを作ってもらえたりするので、僕たちがカスタムとかで生産する自転車のものでいろいろと、色合わせをしたりとかするときにとっても役立っています。マウンテンバイクだ と,、ワイドレンジの、工具作ってたりとか、あと、まあ、チェーンリングもこういうのが作ってたりとか、これもねちょっと作ってもらったんですよ。こんなのすごいですよね。これナローワイドの 46T です。で、まあ、すっごい軽いんですけど、はい、肉抜きこんなですからねすごいですよね、はい、とまあいろんなタイプのものがあるんですけれども、今日は、GRX、あとイーストンのシンチのものをご紹介しました。他にも、アクシス、スラムの E タップアクシスのものだったりとかもカスタムでチェーンリング作ってもらうっていうふうなことができます。だいたい納期は2週間から1ヶ月ぐらいで作ってもらえますし、色味みたいなものも、6色ぐらい6、7色あったと思いますので、はい、もしご興味がある方はぜひお問い合わせください。まあ、この辺に関してはウェブストアに載っけておきますので、ぜひご興味がある方は、はい、ご覧になってみてください。今日はガーバラックのチェーンリングご紹介しました。